大阪市立桜宮中学校は大阪府大阪市宮古島区にある公立中学校。1948年に開校した。現在の学校敷地は太平洋戦争の戦災で廃校になった旧東野田国民学校跡を転用している。公明は開校当時は大阪市立桜宮高等女学校の休校舎を利用していたことや開校時の場所の近隣に 桜の宮公園があったことに由来する。学生改革により、新生中学校が設置された当時、宮古島区では、大阪市立宮古島第一中学校1校が設置され、宮古島区全域を校区とした。翌1948年には、宮古島第一中学校の校区を分割し、宮古島区で2番目の公立中学校、大阪市立宮古島第二中学校が開校している。 宮古島第二中学校は、区外の北区新川崎町、大阪市立桜宮高等女学校級校舎を転用して開校した。当時義務教育校舎を優先的に確保する方針があったことにより、校舎を明け渡した桜宮高等女学校は、玉月的に大阪市立南高等学校内に移転し2校、同居している。1952年には、 旧大阪市東野田国民学校跡の現在地へ移転した。なお、桜宮の旧敷地は、桜宮中学校が現在地に移転した翌日に、大阪市立北陵中学校が移転している。ありがとうございます。